もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。コースタートを切った NHK 連続テレビ小説虎に翼、日本史上初めて放送の世界に飛び込んだ女性の実話に基づく物語で、 SNS ではヒロインを演じる伊藤沙莉さんの演技力に好評が相次いでいます。伊藤さんは子役出身で、芸歴は20年を超えていますが、苦労人としても知られています。虎に翼は今以上に男女が不平等だった時代に、その中でも圧倒的な男社会だった地獄の法律の世界に飛び込んだ智子が、違和感にぶつかりながらも人々の心の傷を癒す物語になっています。朝ドラは1961年に主婦層を主なターゲットとして作られましたが、賢く強い女性が主人公の作品は少数派でした。しかし今回は賢く強い女性を描く朝ドラとなっており、話題となっているのです。今回はこちらについてと、伊藤沙莉さんの壮絶な過去についてまとめましたので、最後までご視聴よろしくお願いします。1940年に日本初の女性弁護士となった三淵嘉子氏がモデルの朝ドラ虎に翼、主演は伊藤沙莉さんで、脚本吉田絵里香さんと尾崎裕和プロデューサーのコンビは、恋愛感情を持たないアロマンティックアセクシャルの男女を描いた NHK 夜ドラ恋せぬ二人で話題になりましたが、虎に翼はそのハードルを軽々と超えてきました。もともと朝ドラは1961年に主婦層を主なターゲットとして作られましたが、賢く強い女性が主人公の作品は少数派でした。しかし虎に翼は、そんな朝ドラの男女平等というジレンマに大きな一歩をもたらしそうなのです。ヒロイン猪爪智子は成績優秀ですが、親に勧められたお見合いでは連敗続き、女の幸せは結婚という考え方に本人が納得していないため、どうしてもうまくいきません。そしてこれまでの強い朝ドラヒロインたちと違うのは、情熱や感情で突っ走るのではなく、違和感に出会うたびに立ち止まり、それを言語化して正論を投げかけることです。これは従来の朝ドラヒロインにはいなかったタイプです。だからこそ見合い相手にがむしゃらに競い合う無邪気な闘争心も時には必要かと、などと嬉しそうに語り、女のくせに生意気なとキレられ、見合いは失敗に終わりました。誰にでも愛されるけなげなドジっ子か、高い能力を発揮する代わりに男性や周囲を傷つけて孤独になっていくという二択を迫られることの多かった過去の朝ドラヒロインたち、いずれにしろ平等や対等はまだまだ遠く、そうした歴史を踏まえ、智子は彼女たちの無念を背負って人生を切り開こうとしています。そして SNS 上では、ヒロインを演じる伊藤沙莉さんの演技力に好評が相次いでいます。伊藤さんは子役出身で、芸歴は20年を超えていますが、苦労人としても知られています。2005年の天海祐希さん主演の女王の教室での演技が好評を博し、一躍人気子役にオファーが相次いだが、10代後半になると出演作も減少し、以降苦しい時代を過ごした。バイトもうまくいかず、相次いでクビになったそうです。2021年に出版したエッセイ、サリではなくサイリです。ではポンコツバイト伝説と称し、コンビニのレジ打ち中に寝落ちしてしまったり、客が購入したパンをレンジで爆発させたなど、数々の失敗を明かしています。もちろん毎度死ぬほど反省していたし、なんでできないのって自暴自棄にはなっていたが、皆様の優しさに救われていたと本音を吐露しています。そんな彼女の活躍を我が子のように嬉しがっている町がありました。伊藤さんが20代前半一人暮らしをしていた東京都世田谷区東松原の商店街です。伊藤さんは商店街でも顔を知られた人物だったそうです。ここに住んでいた時、沙莉ちゃんは壁にぶつかっていたようで、商店街の喫茶店で物思いにふけったり、夜の公園で演技練習したり、居酒屋で役者の卵の友人たちと朝まで将来について語ったこともあったと聞いています。当時は作品に出ても脇役が多かった伊藤さん、この街で過ごした時間も長かったでしょうが、
この商店街での時間が子役から女優への脱皮を支えたのかもしれません。商店街のバーで初めてモヒートを飲んだところ、お酒の美味しさに目覚めたみたいで、行きつけになっていろいろなお酒の味を覚えたそうです。ここで過ごした時間、経験、思いが演技に生きてくれると嬉しいですね。またサリではなくサイリです。では、このような衝撃的な一節がありました。伊藤家にちょっくらいろいろありまして、ホームレス家族誕生の時もそう、同月に放送された人生最高レストランに出演した伊藤さんは、ホームレス家族だった幼少期について次のように語っていました。いろいろあった家庭でお家が一時なかったんです。お父さんが若干やらかしまして飛んだんですね。で、家に住んでいられなくなっちゃった。お金もないし。伊藤家の知人は次のように語りました。サイリさんは3兄弟の末っ子で、もともと彼女の父親は道路関係の会社を経営していて、多くの外国人を雇っていました。母親は塗装の職人で、現場には自前の軽トラで向かっていたそうです。ですが、彼女が2歳の時に、バブル崩壊の煽りを受けて父親の会社は倒産。両親は離婚し、父親は蒸発して、一家離散となってしまったんです。その当時のエピソードは、伊藤さんの兄で芸人のオズワルド伊藤俊介さんも21年9月2日に配信された YouTube チャンネル納言みゆきのやさぐれ酒場でこう語っていました。俊介さんによれば、自宅がなくなったことで沙莉さんは母親の姉が3ヶ月ほど引き取ることになり、俊介さんともう一人の妹は彼の友人宅へ居候、母親はしばらく軽トラで生活せざるを得なくなったそうです。サイリが体弱くて入院したのもあって、なかなか家族が揃うことはなかったと話していました。その後、おば夫妻の家に家族4人で身を寄せるも、おばの離婚でおば含め5人でアパートに移り住んだとか、家に帰って電気をつけると大量のゴキブリが出るような部屋で、俺とサイリはそのトラウマで未だに虫がダメと嘆いていました。伊藤さんは前室の人生最高レストランでこう語っています。かなりボロボロのアパートだったんですよ。でも何より家族で住めるのが本当に嬉しかったんです。布団3枚で家族5人で寝る感じでした。別のインタビューで彼女はこうも語っています。ゴキブリが出るような家に住んでいたことがあって、団地に引っ越した時、私はお城だと言ったんです。お母さんからは、どんなにいい家に住むようになっても、ここが豪邸に見えた気持ちだけは忘れないで、と言われて育ちました。伊藤さんが当時住んでいた団地は、建物は築50年は経っていそうなほど古びていて、人通りはほとんどなく、隣の林には木々が生い茂り、全体的に閑散とした印象だそうです。この住宅は原則、世帯月収16万円以下が入居の条件です。家賃は3万、4万円ほどですね。母親とおばは牛乳配達のアルバイトもしながら、サイリさんが3歳の時からキッズダンスの教室に通わせていました。彼女に表現の才能があると気づいていたのでしょう。そんな家族の支えもあって、サイリさんは9歳でオーディションに合格しデビュー。女優としてもがき苦しみながらも、徐々に頭角を現していったのです。俊介さんもお笑いの才能で一家を支えると宣言。14年にオズワルドを結成しました。社会人となった2人は家を出て家計を支えました。女優としてお笑い芸人として、今では引っ張りだこの2人ですが、その快進撃の裏では悲しい別れも訪れていました。生い立ち的に父との思い出はそんなに多くはない。父は常に逃走中だったからだ。特番みたいな楽しいもんじゃない。シンプルにガチなハンターから逃げていた。そんな父が3年前他界した。行方をくらましがちな父親と頻繁に連絡を取っていたという伊藤さん。そのため父親は家族揃っての最後を迎えられたそうです。兄俊介さんも20年4月ノートでこう明かしていました。再会の場は千葉大附属病院。喉頭がんだった。老犬のように痩せ、こちら側が本気を出さないと何を言ってるか聞き取れない声だった。
最後の最後に家族で揃えたこと。妹には頭が上がらない。朝ドラに負けず劣らずドラマチックな伊藤さんの半生。たくさんの苦労や努力をして戦ってきた彼女が今後どのような演技を見せてくれるのか、今後の伊藤さんの活躍に注目ですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。